はい、ということで皆様こんにちは、今日もね、キアの大冒険やっていきます。で、なんと長野県には、日本で唯一、猿とね、混浴できる、温泉があるみたいなので、今日はね、そこを目指して、旅をしながら、一日過ごしていきたいと思います。ちなみに長野県にはゆうくんもついてきてます。キャノンキー、お久しぶりです。いろいろあるんですよ、ゆうくんもね、仕事辞めて、僕の冒険について来てくれることになったので、今日からね、長野県でキアの大冒険雪山編、ゆうくんと共にやっていきたいと思います。 あと実は、長野県に来て、もう1ヶ月ぐらいになるんですけど、やっぱ車が必要なのよね。僕たちが、2人でなんと購入した車はこちら、じゃん、ホンダのバモスでございます。4駆ミッション、のスタッドレスタイヤ付きで、なんとね、個人売買で、15万円で買わせていただきました。本当にね、こいつマジ強いから。僕たちの車にはいつもね、雪がたくさん積もってます。今日のミッションマジでうまそう。これはね、寮のお昼ご飯です。休みの日にいただけるご飯です。おいしい。はい、いただきます。うん、ヤミーヤミー。あと15万円でものすごく安かった理由の一つが、いろいろ電気系統がぶっ壊れてたんで、これがもともとついてたやつですけど、自分で直して見事使えるようになってます。それでは地獄谷温泉、猿の温泉ですね、レッツ行ってみよう。元となる iPhone リンリン、今最高、イエイエイ。君舐めてるキャンディ、甘く溶ける、ずっと見ていたい。君と僕はキャンディ、星みたいに丸くファンディ、俺はいつも think about you、yeah, yeah。 こんにちは、すいません、おばちゃん、地獄谷温泉行かれないよ。もう行けない。あのでっかいマンションの前で通っていくと歩いて行きます。で、左ですね。左で橋渡って、まっすぐ行きます。わかりました、ありがとうございます。宇宙なら広いし、行き止まりとかないし。おてお手、猿がいる、猿がいる、猿がいる。ということで、なんとね、駐車場に車を止めて30分ほど登山をするらしいです。なので今から登山をして、猿の温泉へと行きましょう。いや、多分猿出てくると思うんで、ちょっと楽しみながら行こうと思います。地獄谷温泉の入り口に入ってきてまいりました。見てください、わ、めっちゃ猿いるやん、やばー。もう僕たち動物大好きなんで、もう楽しみでしかないです。
い、ということで、やっとね、猿と混浴できる温泉を見つけちゃったので、今から入っていきたいと思います。いや、めっちゃ楽しみ、やばい、行ってみよう、行ってきます。うわ、ふっかやっばー、うわ、めっちゃ気持ちいい。なんと、本当はここ旅館だったんですけど、なんか特別におじちゃんに交渉してみたら、今日お客さんいないから入っていいよということで、特別にね、温泉に入らせていただくことができました。結構受付のおじちゃんが適当で、もう誰もいないから入っちゃっていいよとか言って露天風呂行こうとしたら、女の子はなんと女の子は3人ぐらい露天風呂を使ってたみたいで、よく見たら、なんとね、男女の、入浴時間が露天風呂決まってるんですけど、今ね、男子の露天風呂の入浴時間なんですけど、なんか裸の女の子いたっていうことでそろそろ帰っちゃうと思うので、猿とね、混浴行きましょう。女の子だね、混浴、女の子だね、猿と混浴行きたいと思います。いつもよりニヤニヤでしょやばい、猿いる、猿いる、猿いるし、やばいやばい、寒、やばいやばい、わ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、キアの大冒険で取材に来ました。一緒に温泉入りましょう。入りたいと思います。よいしょ、うわうわ、なんか待って待って待って、ちょっと待って、ちょっとゆうくん、やばい、ゆうくん、やばい、足元見えてしまった、温泉の、うんこめっちゃうんこある。うわね、動物がまあ入るお風呂ですが、そりゃうんこもありますよ。おお、なだれ落ちてきたあー、ということで、なかなかのね、キアとユウの大冒険シーズン1始まります。あ、うかれどこ触んな。こんにちは。なんかあなた顔赤いですね、他の猿よりも。美しい、美しいと思います、私は。うわ、こんにちは。おー、すごい、飛んだ。いやー、自由な猿だな。いいね。観光客にね、今も僕たちの裸の写真が撮られています。わーということでね、今猿見てたら、なんか一匹もいなくなりました。見て見て、マジでいない。いや、サムネまだ撮ってないのに。いや、でもここの温泉はね、本当に気持ちいい。やっぱこういう大自然の中の、まあ本当にポツンとやるちっちゃいね、温泉が一番気持ちいいんですよね、本当にね。春と温泉入るの結構マジ夢だった。なんかね、いいよね、初めてです ね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。いや、今日ね、めっちゃ良かったね、本当に。お、猿や、な、わー、お、やばい、ぶなんと皆さん、猿が立ってます。ということで、いかがでしたでしょうか。キアの大冒険雪山編のね、第1話ですけど、早速長野っぽいことがねできたんじゃないのかと思います、思っています。ということで、他のお客さんが来たので、今日はここまでです。それではまた。あれもいろんな顔の風呂だけど、お酒だこれやっぱ裸の付き合いが一番ですよね。では、また。
ということでね、最後まで楽しい冒険でしたということで、次回のてかあのね、おじいちゃんダメだよ、お猿さん入ってくるのドア閉めないと。